ダウンジャケットを着た男性詰め物としての羽毛。ダウン。ヒーローで木村拓哉が演じた栗聖公平のダウンジャケットと靴。ダウンジャケットとはダウンフェザーを詰め物として使ったジャンパースタイルの防寒着のことである。ダウンジャケットは1936年にエディ・バウアーが自身の趣味とする釣りの防寒着として開発した製品である。ナイロン素材の生地をキルティング加工し、 内部にダウンフェザーを詰める。ダウンフェザーの特徴である保温性に加え体から出る汗を放出する特徴があるため極寒地での作業服などとして用いられてきた。また普通に言うフェザーの10分の1というダウンフェザーの軽量性も特筆されるべき利点である。日本では1980年代に俗に言うアメカジファッションの流行からアウトドアや ワークファッションの冬の羊アイテムとして高い、防寒性と実用性がファッションとして、本物志向に敏感な若者を中心に普及した。当初はアメリカメーカー製品から普及していった。また、アメリカ空軍パイロットの防寒着をモチーフとした衣料がヒット商品となり、広く普及した。その後は、タウン機としても広く愛用され、1990年代後半頃からは、 スキーや登山でも有名な高価なブランドの人気も高くなり、カナダのカナダグースやフランスのモンクレールなどの高級素材を使ったプレミアムダウンウェアが人気となっている。これらのブランドはダウンフェザーの中でも最高級とされるグレーグースのものを用いている。なお、外見がダウンジャケット風で詰め物にダウンフェザーが使われていないものを ダウンジャケットと呼ぶケースも多いが、この場合は、本来のダウンジャケットの定義と異なるため、厳密に言えば間違いである。ダウンの採取方法として、食用の鳥をと殺後に、機械でダウンを採取する、マシーンピックと鳥が生きたままでダウンを採取する、ライブハンドプラッキングの方法があり、後者のライブハンドプラッキングが、動物愛護の観点から問題視されている。 ライブハンドプラッキングが行われる場合、通常、鳥が生後12週ほどで初めてのライブハンドピックを行われ、鳥の翼や首を足の間に挟み固定し、胸から腹部のダウンが採取される。その後6から7週間で、再び羽毛が生え揃い、次のライブハンドプラッキングとなり、続いて6から7週目で3回目のライブハンドプラッキングと繰り返し、 ライブハンドプラッキングが行われる。ライブハンドプラッキングの最中に鳥の血糖値が2倍に上昇するという報告もある。ことからライブハンドプラッキングは鳥に心身の負担を与える可能性が示唆されている。ハンガリーのダウン生産現場の映像や中国のダウン生産現場の映像では羽毛をむしられ、裂けた体を麻酔なしで針と糸で縫われている様子や、 蒸しられた後地面にうずくまっている様子が撮影されており、このような状況が明らかになったことから、パタゴニアでは2014年秋からのダウン商品は、すべてライブハンドピッキングが行われていないものにすると、発表、H&M も同様の発表をするなど、業界内で倫理的な原料調達をしようという動きが広がっている。ライブハンドプラッキングとマシーンピックの 正確な割合は不明だが、ライブハンドプラッキングが全体の1%未満だという報告がある一方、2009年のスウェーデンのテレビ番組 CBS5 で報道されたライブハンドプラッキング問題のドキュメンタリーでは、ライブハンドプラッキングの割合が総供給の50から80%かもしれないと報告している。クリーニングは元より、 家庭用洗濯機でも洗濯できる素材が増えてきたとは、いえ、基本的には洗わずに着通すものであり、汚れないよう注意して着用することが基本的な使用方法である。鳥の羽根や排泄物に対する抗体を有している場合、鳥関連過敏性肺炎を発症する可能性がある。しかし、自身が鳥関連過敏性の体質であることに気がつかないまま重症化し、 特発性肝質性肺炎や特発性肺性異症と診断されるが有効な治療が行えず慢性過敏性肺炎に重症化する例が報告されている。ありがとうございます。